オッズパーク杯 SG 日本選手権オートレース、歴史に名を刻むのは果たして。6日ハマカーンお笑いライブ、浜松翔太。オッズパーク杯 SG 日本選手権オートレース、歴史に名を刻むのは果たして。6日ハマカーンお笑いライブ、浜松翔太。オートレースファンの皆さん、おはようございます。おはようございます。オッズパーク杯 SG 第48回日本選手権オートレース、開催は5日目最終日です。最終日12レース、もちろん優勝戦です。日本一の頂をかけての戦い、いよいよ今日決着となります。今日の優勝戦、ぜひともご期待ください。日本選手権優勝戦の朝を迎えました。誰が日本一の頂に立つんでしょうか。司会実況島田優希、アシスタント安原幸子さんです。はい、その瞬間皆さん見逃さないでください。最後までぜひチェックしてください。どうぞよろしくお願いいたします。いよいよ優勝戦の日を迎えることになりました。はい、もうワクワクしますね。いや本当にワクワクしますし、今日本当にたくさんのお客様が早くからもう並んでくださっていたんですね。そうでしたね。もう開門と同時に走るようにですね、中に入り、また金網越しにですね、はい、熱い視線をすでに送ってらっしゃる姿を見ると、なんか胸がジンときましたね。そうですね、はい、ぜひともいいレース、もちろん優勝戦のメンバーだけではなく、はい、96名全員が視力を尽くして戦います。はい、朝の一番1レースからご期待ください。それではここで昨日の12レース審議が行われました。その審議 VTR の模様、昨日の放送時間中に流せませんでしたので、ここでご覧いただきます。4番車は1周回4コーナーにおいて5番車に対する競争妨害の疑いがあり審議いたしましたが、失格には至らないと判定されました。昨日の12レースの審議 VTR ご覧いただきました。現在の気象状況をお伝えいたします。10時現在、天候晴れ、気温20度、湿度は 43% です。走路温度28度からのスタート。走路状況、両走路です。風速 3.2 メートルの発表です。晴れの両走路のコンディション、今日ここまでも、今日も雨が降る心配はありません。そしてここまで5日間全く雨落ちておりません。安定したね、いいお天気でこの選手権行われていました。はい、この地元の三社の大玉くんはね、イベントファンサービスのお知らせです。今日も未確定車検抽選会ございます。
4レースと5レース発売中に1回インフォメーション前です。ぜひともご参加ください。オートレースシミュレーター、こちらはチャンピオンレーサー付近に設置されております。一度チャレンジしてみてください。発売中、走路内にて優勝戦出場選手セレモニー、こちらがあります。ぜひ優勝戦に登場の1名のメンバーが一室に揃って抽選会を行いました。まずは1着の中から優先順位の高い中村真人選手から、くじを引く順番、枠を選択する順番ですね、をくじで決めるんですね、はい、今慶次郎選手、ね、少し数字3番という数字が見えました、うん、3番目に選択できるというのを聞きますね。青山選手聞きました、はい、で確認していきます。1着の4人の選手が先に数字を引いて、1番から4番が入っているものを引きますね、はい、それで2着の選手がこの後引いていく形になります。苦笑いなのかな顔を隠して顔を見合わせて、はい、なんか唯一この笑ったポイントだったかなって感じがしないでもないですけどもね。あとは少し緊迫感がありましたね。一番に選んだ中村松選手は3枠を選びました、はい、なんか結構迷わずって感じですよね。そうでしたね、うん、そして高橋光選手は、ね、はい、公開インタビューでもおっしゃっていましたが、迷わず一番内を選びました。 その後慶一郎選手は4を選んだんですね、はい、センター枠です。で青山選手が2枠となりました、はい、2着の選手はあとは内から埋まっていきましたね、うん、浦田選手、はい、早川選手、そして地元の両者、金子選手、木村選手といった順に枠番決まっていきました、はい、そしてその枠番選択結果このようになりました。今日の優勝戦のメンバー、ご覧の枠番となっています。いや、それにしましてもあのスーパーライダー戦、はい、その時と一社違うだけ、はい、浦田選手が入ったというだけで、うん、まああのまあ、もちろん枠は違いますけれどもね、なんとも豪華なメンバーでの戦いですね。中村真人選手自ら3番を選びました、はい、慶次郎選手もうちが残っている中4番選びましたからね、うん、まあ、正人選手にしてみたらこの、3を取った時にこの両者に挟まれるということは想像していたでしょうかどうでしょうかね、うん、0メートルのオープン戦の優勝戦、10周回5100メートルの戦いです。それでは今日1日全レースのメンバーです。
今日1日全レースのメンバーをご覧いただきました。横断幕もご覧いただいております。長井選手は今節残念な落車がありましたが、その中でも3日目4日目と連勝してきています、はい、早川誠太郎選手の横断幕もありますね、うん、今日の優勝戦登場です。ご覧のようにたくさんの横断幕、そうですね、三次選手の横断幕もあります。はい、そして青山周平選手、本当に今節、うん、まあ、どこ見渡しても横断幕で、はい、もうお客様からですね、ファンの皆様から選手の背中をぐっと押しているというのが伝わる、うん、まあ、伝わってまいりますよね。そうですね、うん、このカメラに映せないところにもね、たくさんの横断幕がね掲げられていまして、それも選手の後押しになっています。今日は何といっても、まあ、優勝戦メンバーにとってもお客様の歓声を直に、はい、受けることができる6レース発売中、うん、はい、皆さんも、はい、前に立ちますのでね、そのあたりでも大歓声のほどよろしくお願いいたします。